1>, 1月25日、日本バドミントン協会は都内で会見を開き、2024年日本代表及びスタッフを発表した。日本 B 代表に選出された選手、ペアは以下の通り。下向き黒三角 B 代表、男子シングルス、渡辺孝樹、リプロジー、大林拓馬、波運輸、田中雄志、NTT 東日本、高橋孝氏、波運輸、 肌野陸、隣運輸、小川翔吾、J テクト、女子シングルス、高橋明日香、ヨネックス、二平夏樹、ヨネックス、栗原あかり筑波大四年、水津学美、アクト最挙、杉山香る、ビプロジー、増木桜、北斗銀行、男子ダブルス、柴田和樹、山田直樹、NTT 東日本、金子正宏、大田淳也、隣運輸、 野村匠、下上祐一、日立情報通信エンジニアリング。女子ダブルス、中西隆恵、岩永林、リプロジー。加藤優奈、広上類最瞬間制役所。石川心奈、小根川美代、NTT 東日本。混合ダブルス、西大輝、佐藤と、流国大三年、アクト最強下上祐一、小原彩香。 日立情報通信エンジニアリング、ヨネックス。B 代表スタッフ、再早乗り、D1 は、カレルマイナキー、マスダ・ケ浦井忠幸。